さあ、トヨタリターンに入ります。これは佐藤建設カバーの集まりよく、トヨタ陣20ヤード地点でボールデッドとなりました。トヨタここからの攻撃となります。トヨタ自陣26ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、しかしこれは佐藤建設のディフェンス集まりよく、ほとんどゲインなく、むしろ2ヤードロストしています。トヨタ自陣19ヤードからセカンドダウン12。さあ今度はランニングバックに託しまして、右オープンへの展開を図りました。これによるゲインは約3ヤード、4ヤードと、4ヤードとなっています。キャリアはトヨタ2番の古町でした。トヨタ自陣23ヤードからサードダウン8。さあそのキャリア2番に託して左オープンへのランプレーでしたが、これも佐藤建設のディフェンス集まりよく、ゲイン3ヤードに止まっています。トヨタフォースダウン4、ボールオンは自陣28ヤード。トヨタパントフォーメーションを引きます。さあ佐藤建設リターンに入った。しかしここでスリップ。佐藤建設陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。リターナーは26番のアイオイでした。今度は攻守変わりまして、佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを展開します。キャリア47番、ハンドオフを受け右オフタクルをついて約7ヤードのゲイン。47番は古川、県立広島大学出身のプレーヤーです。佐藤建設セカンドダウン3。さあ再び47番の古川に託します。これはトヨタのディフェンスも集まりよく、ゲインは1ヤードにとどまりました。
佐藤建設、相手陣48ヤードからサードダウン2。ナイスラン、ファーストラン。佐藤建設、ここはランニングバック3番の佐藤に託しまして、佐藤ヒットを受けながらセカンドへフォートで攻撃権更新としました。佐藤建設ファーストラン。佐藤建設、相手陣43ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ今度は I フォーメーションのフルバックにも達してのダイブプレー。キャリア35番、相手タックル浴びながら約2ヤードゲインとしています。キャリア35番は森川でした。関西大学出身。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。佐藤建設セカンドダウン8、ボールオンは相手陣に入りまして41ヤード。ここでボールをファンブル。このファンブルしたボールを抑えたのはトヨタの59番、攻守交代。攻守交代です。ターンオーバー。佐藤建設、ここでランプレーを行おうとしてセンターからボールをエクスチェンジ受けようとしたのですが、ここでボールをファンブル。ファンブルをしたボールを抑えましたのはトヨタの59番でした。はい、修正します。オフサイド、ホワイト。しかしその前にトヨタにオフサイドの反則がありました。5ヤードのペナルティ ターンオーバーはありません。プレー前の反則のためプレーそのものが無効という形になります。したがって反則がいきます。5ヤード抜体、したがって佐藤建設5ヤード前進してセカンドダウンをやり直しという形で攻撃権確保という形になりました。さあチャンスを得ることができました。佐藤建設、再びランプレーで中央突破を図ります。キャリア13番託されまして右を2袋つきまして約2ヤードのゲイン。ウォータータイムアウト、これウォーターブレイクが入ります。中国のためのタイムアウトです。先ほどこの一つ前のプレーの点に関して補足をさせていただきます。プレーそのものは佐藤建設のファンブルによる攻撃喪失に見えました。しかしその前、プレーが始まるボールが動く前に、ボールの動く前に守備側であるトヨタが相手エリアに侵入する反則、オフサイドを犯していました。この反則の発生がプレー前にあり、しかし直後にプレーが始まったため一旦その反則は保留となっていました。プレー終了後、この反則が適用するか否かの選択が佐藤建設に委ねられたことにより、佐藤建設はこの反則を有効とし、プレーを無効、そして反則が生きる形で攻撃権継続となっています。
さあウォーターブレイク解けまして、佐藤建設の攻撃が繰り返し行われます。先ほどのランプレー攻撃権更新至っておりました。したがって佐藤建設ファーストダウン10、失礼しました。あまりに鮮やかなフェイクであったためパスそのものを見失っておりました。失礼いたしました。クォーターバック15番ランプレーに見せかけここからプレイアクションのパス、これをワイドレシーバー85番が見事にキャッチしタッチダウンといたしました。佐藤建設ここで追加点となるタッチダウンを加えまして6点追加です。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。交代違反、オフェンスに反則が、佐藤建設交代違反、フィールドの中に12人を超えました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜体しトライ4ポイントをやり直しという形になります。なお先ほどタッチダウンを上げましたのは83番の岡崎でした。さあ5ヤード下がりまして佐藤建設トライ4ポイントです。これをキッカーの19番相生見事に決めまして1点追加、佐藤建設スタンディングウェアズ14点、トヨタブルファイターズ0点となりました。若干反則が増えつつある状況になっていますが、しかしそれを打開するかのように佐藤建設後半最初のタッチダウンを挙げました。トヨタこれ以上離されないためにもこの反撃のシリーズなんとか実らせてほしいものです。さあトヨタリターンに入ります。80番タックル受けながら自陣25ヤードを超えたところでボールデッドとしました。勇敢なリターンを見せたのはトヨタブルファイターズ80番の原田、名古屋工業大学出身。トヨタ自陣29ヤードからファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック20番パスプレーからまず打開を図りましたが、しかし佐藤建設のディフェンス圧力強くパス不成功となっています。トヨタ自陣29ヤードからセカンドダウン10、パス成功。クォーターバック20番スプリントアウトしてワイドレシーバー11番にパス、これを11番タックル受けながら見事にキャッチし約7ヤードのゲインと変えています。パスを投じましたクォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身。取りましたワイドレシーバー11番は家永、明治大学出身。トヨタ自陣36ヤードからサードダウン3、
インターセプト。ここでトヨタパスプレーを続けましたが、このパスもリフレクトされました。その浮いたボールを取りましたが佐藤建設の4番、これによりインターセプトが成立しまして攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのは佐藤建設の4番池田、一橋大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権取り返した佐藤建設、相手陣37ヤードからのファーストダウン10。さあ左サイドでのランプレーを展開しました。キャリア47番、ブロッカーを浮かして左オープンに展開、約4ヤードのゲインとしています。佐藤建設セカンドダウン6、ボールオン相手陣34ヤード。ここでホイッスルです。チームタイムアウト、佐藤建設後半1回目。佐藤建設ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレー、選手の交代に戸惑いがありまして、この交代による違反反則を招かないためにタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けます。佐藤建設セカンドダウン6の状況で試合再開となります。ボールオンは相手陣34ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック15番、右スプリントアウトからワイドレシーバー26番にパスを通しまして攻撃権更新です。ファーストダウン。パスを通じましたクォーターバックは15番の河村、岡山大学出身。取りましたワイドレシーバー26番はアイオイ、見事なパスキャッチでした。佐藤建設相手陣22ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあここでフルバックのダイブプレーによりまず短い距離を取りに行きます。キャリア3番、この中央突破により約1ヤードを獲得しました。キャリア3番は佐藤、一橋大学出身。佐藤建設相手陣20ヤードからセカンドダウン9。ナニワック20番ハンドフーでボールを託され右オフタックルをつきまして約8ヤードのゲインとしています。キャリア29番は上野、龍谷大学出身のプレイヤーです。佐藤建設サードダウン残り1ヤード。佐藤建設ファーストダウン。ランディバック13番ハンドオフを受け右オフタックルからオープンに展開して攻撃権更新といたしました。佐藤建設ファーストダウン。
ランニング枠13番は藤川でした。吉備国際大学出身。さあ佐藤建設ゴール前残り10ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ今度は47番にボールを託し中央突破を図りました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。この反則により5ヤードバッタリ、したがってオフェンス5ヤード前進してファーストダウンのやり直しという形になります。従いまして佐藤建設ファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。さあここでボールをトヨタが奪ったかに見えましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのプレー、守備チームに反則がありました。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触したという反則です。この反則は重大な反則として取れます。この今回は反則はエンドゾーン内で行われましたため、反則による罰則点はゴール前2ヤード、この位置から佐藤建設ファーストダウンという形で試合再開になります。第3クォーターで行います。佐藤建設ファーストダウンです。現時点で第3クォーターの残り時間はなくなっていますが、このワンプレーはそのまま第3クォーターで行います。佐藤建設相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウン。このチャンスに佐藤建設ランニング枠13番にボールを託しました。託された13番、その期待に応えエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。レフリータイムアウト。佐藤建設ここで6点を追加しています。負傷者のためのタイムアウトです。タッチダウンを決めましたのは佐藤建設13番藤川、吉備国際大学出身のプレイヤーです。関西学生下部リーグに加盟しています吉備国際大学。この大学も私たちの後輩が常に切磋琢磨しました大学であります。このチームの選手が今 X リーグで活躍していることを誇らしく思います。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに佐藤建設挑みます。キッカーは19番のアイオイ。キック成功、1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ21点、トヨタブルファイターズ0点となりました。ここで第3クォーターのプレーがすべて終了という形になります。
第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ21点、トヨタブルーファイターズ0点で最終クォーター第4クォーターに移ります。